この時間は企業 IR のコーナーをお送りいたしますえ今日は東証一部証券コード三八二六株式会社システムインテグレーター代表取締役社長梅田博之さんにお越しいただきましたこんにちはよろしくお願,しお願いいたします、えー、システムインテグレーターさん市場では SI という表現でよく呼ばれますけども、はい、まあシステムコンピューターソフトということですが、えー、と企業の概要からいくとどんな感じになりますか そうですねあのソフトウェアの会社ですけれどあの何か言われたものを作るというよりもあの自社で、えー、自社製品でソフトウェアの製品を作って、はい、それでこれ便利でしょうって言ってこういろんな会社に使ってもらうというそういういこととずっとやっやててきてるここでに出ているそのパッケージソフトウェアということで 1>,、はい、1, 1枚あるいは1本のソフトがあれば誰でも使えるそ、ね、ということですね。 多いんでですね、はい、まあ、そういうようなスタイルでやっております。はい、そして、えっ、ー、と、創業以降の成長の軌跡、見ていきましょうか。そうですね、今、25期に入ったところなんですけれど。はい、まあ、あの、会社の成長っていうのは、あの、子供と一緒で。えーえー、親はずっと、こう、こう、すくすくと、育ってほしいと思うんですけれど。はい、まあ、なかなか、病気したりとかですね、反抗期になったり、ということを、えー、まあ、繰り返しながら。 まああのーまあ、中学校から高校に行くときにちょっと、はいえー、ぐれたりとかですね、はい、大学の時に大きな病気をしたり、はい、っていうことをやりながら、まあ、今は、えー、ちょうどまあ社会人に出てちょっと、えーええ、実力がついて、えーこ,うまあ、ここにも書いてますけれど、はいえー、ちょっとこういい成長局面に入ったかなっていうところで、まあ、大人としてぐんと伸びていく時期かなというふうに思ってます。 そうはい。で <laughs> まあなかなかそのその前のリーマンショックの時は3年ぐらいちょっと反抗期。はい あったんですけれど、まあ、こういう経験がでもまたあのその成長につながるいい経験になるというのも、ええ、あの会社経営長くやってて分かったところです大人のへの点になってくるということですね。そして、えっと、2月決算ですけれども2月期の業績を見ていただきますとどういうふうに見たらよろししいででょうかそうかそすねあの、まあ、2年連続で、まあ、売上高、経、ま、常、あ、利益、はいえー、とも最高更新という形で、まあ、非常に、えー、いい決算になだったかなと思います。 であのちょっと冬季純利益のところが、はい、あのちょっと注釈が必要なんですけれど、まあ、4年前に大きな病気をした時の税金の関係で、えーえー、ちょっと純利益がこの,、えー、この木だけすごくか,かさ増ししてるっていう、はい、それで、えー、ちょっと、えーまあ、実力よりも。 純利益だけが大きくなってたんですけれど、まあそれが、えー、まあ一気で終わってっていうような形で、な、え、げ、ー、中身的にはまあ売上高け、はい、まあ経常利益、そちらの方は順調に伸びてるっていうまあそんな感じの数字になってます。純,純利益だけだけ見てると、二十 <laughs> 年二月期であれ現役じゃないって思います。はい,は,いは,いはい、そう全前,前期から比べると増益になってますもんね。はい、あの <laughs> 着実にこう増益してるっていう、はい、そういう印象になってます、はい。ここ間違えちゃいけないとこですね。そうですね。はい、そこ誤解されやすいんですけど。 はい、まあそういう形で会社はうまく成長してますっていうことをちょっとお伝えしたいと思います、はい、そしてセグメント別で見ていただきますと、うん、123というのが柱ですよねソフトウェアのパッケージの会社っていうと一、まあ、つのジャンルでずっとそこをこう、えー、勝負するっていう、はい、そういう会社もありますけれど、まあ、当社の場合は、えーまあ、その時代時代に こんなのがあったらすごく、えー、喜ばれるんじゃないかっていうのをちょっと、はいえー、考えてこう出すっていうそういうようなやり方をしてます。で、えー、一番最初に作ったのがまだ、えー、ねインターネットで物を買うなんていうのが全然誰も考えてなかった時に、えーえー、日本初めてのあの EC のパッケージを作ったってこれが一つ目。 で二、えー、つ目がこうウェブの ERP っていうのが当時なかったんですけど、はい、グランディットっていうのをまあ作ってやって ERP っていうのはこ、い、れ機関業務ですよね。統合型機関業務と訳してます。はい、私最初分かんなくて <laughs> 社長 ERP って何ですかって聞た記憶があるんですけど、ね <laughs> ね。は三、いえー、つ目がオブジェクトブラウザ事業ということで、はい、これ最近ですと働き方改革から生産性向上っていうのがかなり、えーえー、キーワードとなってますけれど。 これをもう20年前から生産性向上のためのツールをどんどん作っていこうということで出しているというこの3つの授業が今の業績を支えている授業になっています、はい、そして、えー、と新たな部分がこれ2つ出てきて、まあ、AI とそれから、えー、とプログラミングのところが加わってくるとそうですね既存でこう支えている、えー、と業績を上げているうちにまた新しいものを投入していくというのが当社の えスタンスになってますので、はい、まあ研究開発費最初はここに書いてあるようにえ大きな赤字っていうか投資を行うんですけれど、これがまた第四の柱、第五の柱というふうに育っていくというのが当社の成長え曲線になってます、はい。そしてえっと中継を前期計画されました。えー、ポイントでいくと既存事業のシェア拡大、それから二番目が海外拠点ベトナム。そうですね。まあなかなか今人手不足っていう話がありまして、はい。 でえー、ベトナムにちょっとあの、えーまあ、コネクションができましてです、ねはい、そこからあの優秀な人材を採用すると、えー、いうことを、えー、今、注力してやってまして、はい、でその人たちが、まあ、5年後ぐらいに、えー、帰りた人は帰る拠点みたいな、はいえー、そういうものを、えー、作っていきながら、まあ、うまく日本とベトナムを協力して、えー、開発していこうということを今、目指してやっています。 そしてて番目真ん中に書いいあります AI 事業の確立はい、あのもう AI の時代がもう来るのはみんな分かっていてですね、はい、で、えー、分かっていたら、まあ、そこにど,、えー、どん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 積極的に入っていかなきゃいけないと、えー、で当社の場合はあの、まあ、ポリシーを一応決めまして B2B、まあのジャンルで で、えー、AI 何でもやりますからっていうよりも、はい、AI だからこそできる、えー、こういう、えー、サービスとか製品とか、はい、そういうものを、えー、作ってそれをどんどんリリースしていくというようなことでやってこれは結構今反響がすごく大きいです。そうでここに RPM 入ってますね。そうですねこれちょっと面白いんですけれど、えー、まあ、えー、2年前に。 あの世界の30製品ぐらい RPA 調べてんですね、はい、そしたら一つだけ無料で使える RPA っていうフリーミアムモデルの RPA がありましてでえこれ使ってえ試してみたらすごく性能良かったんで,ですね、はい、じゃあうちが日本のえ第1号のえーパートナーになりますって手を挙げてえ扱い出したのがこちらのワークフュージョンっていう会社のものです。いいものだったら取り入れるとそうですねいう で4番目、社員のスキル向上から、まあ、日常的におりになってお,りますおられると思いますが、当にトップシックこれが活用されてきたと、トップシック、ね、って後でご説明いただきますけど、はい、プログラミングテストみたいなところですよね。はいはい、から5番目、国内トップの合理化企業になる、はい、これ、結構今、えー、ここ数年でかなり意識してるんですけれど、はい、当社の先ほどの ERP も、それからプロジェクト管理の製品も、この RPA も、えー、全部自社で、えー、使ってます。で 自社で使って、えー、いるからこそもうちょっとこうした方がいいってことが分かりますし、はい、そのいいところ悪いところが分かるっていうようなことで自社で使ってそれをあの日本の国内で、えー、合理化のトップ企業というような形にすることでいろんなお客さんにそれを提案しやすくなるっていうそういうことを意識してやっていて今現在相当合理化は進んでいる会社だと思います。はい、そして中継のお目標 ということ先ほどのあれですけど2019年は前期投資政界を発揮する年というのが2018年が実は、えー、かなり投資して、えーまあ、成長としては低めに抑えた計画にして、はい、で19、20と、まあえー、その効果でいくっていう予定だったんですけど、はい、2018が思いのほかちょっと数字が良かったのでですね、えーでえー、それを踏まえて2019、20をちょっと、えー、作り直したのがこっちら。 こちらになります。で、売上高のところはこう標準化されてこう伸びていく。そう、ね、経常利益とか経常利益はこれ上あの情報修正してるんですよね。あ,あ、そうですね。はい、あのまあ利益重視で、えー、結構いけそうだなっていう形で、はいえー、経常利益情報修正してるのと、それからまああの売上高これが最初あの会社の成長になりますけれど、はいえー、まあ最低十何パーセント、えー、増というと,、ええところはうまくキープできてるかなと思います。はい そしてえ先ほどのトップシックプログラミングスキル判定サービスってこれ今までなかったですよねそうですねあのー、これトエックのプログラミング版をちょっと意識してます英語の試験のやつですねでトエックはあれができたことによって英語のスキルの見える化が行われたと、はい、でそれと同じようなところでプログラミング <laughs> スキルはやっぱり欠かしてなんぼなんんぼでですね90分で例えば4問書いてもらってそ,のそれをまあリアルタイムで判定するようなサービスを出したところこれすごく反響が大きくてですね今、もうどん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 あのユーザーが増えている最中でまあ5年後、10年後にすごいことになっているんじゃないかというふうにちょっと期待してますまあ学校のプログラミング教育もスタートされていそうですね,うですねそういうところの統一模試で使ってもらうとかなればいいなと思っています。はい そして AI のところアイシアっていう名前ですね。はい。はい、あの AI に、えー、SI、はい、で最後の A をつけておくとひっくり返してもアイシアになるなっていうことでちょっと、えー、こういう名前をつけてます。で、ご社長 AI を始めるよって言ったのはこう2、3年前でしたっけ？そうですね。ねあのー、まあ 2, 2年前ぐらいなんですけど、はいえー、まあそれから集中して相当 AI の方に、えー、まあ、えー、しゅ 力を注ぎまして、で、今第一弾、第二弾、第三弾まで、えー、リリースして、特にこの第三弾のディープラーニングを使った異常検知っていうのはものすごい今引き合いが多い状態です。で、社長本書かれちゃったじゃないですか。はい。AI 書籍。はい。AI の基本ということで、はい、確か二年前に伺った時は新聞読むのやめて AI の勉強するとて始めてとうとう本になっちゃいました、ね。そうですね。いすねはい、あの毎朝早,早起きしていろいろ調べながらこの本に書いてました。はい。 やっぱり AI っていうのは深く調べれば調べるほどやっぱり奥深いででですすすかか面白いいそうですねもうねも深いし、広いしっていうその中で AI が得意なこと苦手なことをきちんと見極めて実用化するためにはどれがいいかっていう、はい、まあそういうことをえこう見極めるっていうのが大事かと思います、はい、そして配当のところ株主還元ですけども今期、2020年2月期は12円。 配当成功でいくと31.5％、30％をキープというところです、ね。そうですね。はい、それはずっと、えー、心が開けてます。だから、えっ、ー、と株主優待は腰光り、そして株主、はい 総会は平日夜そして社長手作りのチーズケーキ、これ、有名になってきてきますすよねねそうです、ね、あの非常に、まあ、お世辞も相当なんですけれど、まあ、朝早く起きて、えー、株主のためにチーズケーキを焼いてますので、はいえー、ぜひ、えー、株買っていただいてです、ね、チーズケーキ食べていただければと思いますそしてまああの働き方改革にも十分合致しているということで女性の理系学生さん受験してほしいですか。 そうですね。まああのー、理系に限らず女性の方へ歓迎しております。とましで今年プラスチなクルミ取ったばかりなんで、はい、あのこれからどんどん頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい